ハロイチョ。はい。ジローの、今日の一日、ジローの、ね、買ってきました。スポニチね。今日は雨降ってない、ね、天気予報見とらんけど、どうでしょう。ずっと雨やったのがあれかな。知らんすけど。ということで、服着てます。珍しく。服。なんかこれ、洗濯したらなんか、何これが何くっつくっちゅうのかな。なんかくっついてギザギザになってる。服着るんかよみたいな。家おるとき服着とるんかよみたいな。ということで、いちびって服着ました。みたいな。ということで、今日の一面ということで、何やったかいな。コロナがすごいね、またね。えらいこっちゃ、みんなあっちこっちでもう、ほんまにね、大阪も61人。多いといえば多いし、少ないといえば少ないし。GoTo キャンペーン見直し論拡大。急に中止しますよ、こんなに。電車プレーク。マジックミラーだね。阪神が負けてるけど、外人が調子いいね。はい、そんな感じで、そんな中で、石原プロダクションが幕引き。石原プロダクション幕引き。渡哲也と舘ひろしが独立。1963年設立老舗。私1961年生まれ。ほぼ同い年。ちょっと弟みたいな。ですね。55年ぐらいやってはったのかな。でしょうね。で、ほんまに偶然なんですけど、明日にあげよう思って、明日にも予約入れてるんですけど、明日の夕方に、なんと、破産次郎が、渡り徹夜で出てくるみたいなね。そんなちょっと一びった動画。内容は結構真面目ちゃうか。内容は、高額医療保険証について、みたいなね。まあ内容はそんなに真面目じゃないんですけど、偶然、これネタ仕込んどってわけじゃない。これたまたま今日の新聞で見たんやけど、ほんま偶然に明日にね、渡二郎が出てくるという。はい。それを言いたかったという。はい。そういうことです。それだけの話。はい、プラッシュ肩が、プラッシュなんでいかんでん、わからん。はい、プラッシュ、いつもありがとうございます。失礼します。チャンネル登録お願いします。